ジラで活躍したあの平成ゴジラが全身フル稼働のアクションフィギュアになって帰ってくる。原型制作はゴジラ造形のマエストロ坂井隆二。こちら深すぎゴジラの金融としてもうこの最新形態映画ゴジラ対スペースゴジラに登場したゴジラを全身のプロポーションディテールに至るまで完全再現。映画の思い出してみよう。全身に設けられた関節によって映画のイメージそのままにさまざまなポーズを取らせることができる。 VS シリーズゴジラを演じたミスター平成ゴジラ薩摩健八郎さんも絶賛。平成ゴジラの形ね、見てね、よくできて平成ゴジラを見て育った人たちがミスターゴジラの5年前の思い出してます。よさが分かると思うよ。練習よりですね。まあ、うおぉ。さあ、プロモーションムービーを手掛けるのは、VS シリーズゴジラの特撮を全て担当した、もう浜北浩一監督。稼働するそのルアなんて、なんていうことですよね。今、ルアの携帯なんか忘れないと、残念なんですって。ゴジラの足は伝統の操演技術で再現。だいぶこう、こういうこういうような、だからゴジラはね、ゼロワーと、ハッシュポーズと、ファイティングと、